皆さんは北朝鮮に青年突撃隊という組織が存在することをご存知でしょうか。この名前を聞いてどのような光景を思い浮かべますか。国家のために献身的に働く若者たちでしょうか。それとも厳しい労働を強いられる犠牲者たちでしょうか。実際のところ青年突撃隊の実態は私たちの想像をはるかに超えるものだと言われています。建前上は志願制とされていますが、実質的には強制的な動員が行われているのです。彼らの日常は私たちの想像を絶するものかもしれません。早朝から起こされたと思えば被災地や生産性の低い工場へ派遣され、過酷な労働に従事させられるのですから。ではなぜ北朝鮮の若者たちはこのような状況に置かれているのでしょうか。その背景にはキム・イルソンが提唱した主体思想があります。青年突撃隊はこの思想を体現し国中に広める役割を担っているのです。しかし近年青年突撃隊は大きな転換点を迎えています。市場経済化の波、外部情報の流入、若者たちの価値観の変化、これらの要因が青年突撃隊の在り方に根本的な疑問を投げかけているのです。この動画ではベールに包まれた青年突撃隊の真の姿に迫ります。彼らの歴史、日常、そして直面する課題を通じて北朝鮮という国家の過去と現在、そして未来が見えてくるかもしれません。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。1950年7月、朝鮮戦争の最中に設立された北朝鮮の青年突撃隊。その歴史は国家の激動とともに歩んできました。当初、13歳から22歳の若者たちで構成されたこの組織は、どのような役割を担っていたのでしょうか。設立当時、朝鮮半島は戦火に包まれていました。国を守るため、若き愛国者たちが結集したのです。彼らの任務は前線での支援活動が主であり、弾薬や食料の運搬、負傷兵の救護など戦争を支える重要な役割を果たしていたのです。朝鮮戦争が終結した後も青年突撃隊の活動は続きます。今度は戦争で荒廃した国土の復興が彼らの使命となりました。インフラの再建や農地の開拓など国家再建の最前線で汗を流したのです。1960年代に入ると青年突撃隊の活動範囲はさらに広がります。ベトナム戦争への支援活動もその一つでした。多くの若者たちが遠く離れたベトナムの地で命を懸けて戦いました。彼らの勇気と献身は北朝鮮国内で称賛の的となったのです。では彼らはどうしてここまで戦い続けたのか。青年突撃隊の活動を支える思想的基盤、それが主体思想でした。キム・イルソンが1955年に提唱したこの思想は自主独立と自力構成を説いています。青年突撃隊はこの思想を体現する存在として位置づけられたのです。国家への忠誠と自己犠牲の精神、これらは青年突撃隊員に求められる重要な資質でした。厳しい訓練と教育を通じて若者たちはこの精神を徹底的に叩き込まれていったのです。1999年6月18日、青年突撃隊の歴史に大きな転換点が訪れます。キム・ジョン・イルがサムジョン軍の建設を進めるようにと指示を出したのです。これにより青年突撃隊の活動は新たな段階に入ることになりました。それまで主に軍事や農業分野で活動していた青年突撃隊でしたが、この指示を機に大規模な建設プロジェクトにも携わるようになったのです。発電所や道路、鉄道の建設など国家の重要インフラ整備に青年突撃隊が動員されるようになりました。2000年代に入ると青年突撃隊の役割はさらに多様化します。災害復旧活動や環境保護活動など社会貢献の側面も強くなりました。2024年の大規模洪水の際には30万人もの隊員が被災地に駆けつけたといいます。こうして青年突撃隊は北朝鮮の歴史とともに歩んできました。その活動は時代とともに変化しながらも
国家への貢献という基本理念は変わっていません。では、現代の青年突撃隊は具体的にどのような活動を行っているのでしょうか。北朝鮮の社会主義建設において、青年突撃隊は欠かせない存在です。彼らの活動は多岐にわたり、国家の発展に大きく貢献しています。では、具体的にどのような役割を担っているのでしょうか。まず挙げられるのが、大規模インフラ整備プロジェクトへの参加です。発電所や道路、鉄道の建設現場では、青年突撃隊の姿が目立ちます。例えば、2015年に完成したペクドゥザン先軍青年発電所の建設では、彼らが中心的な役割を果たしました。厳しい自然環境の中、昼夜を問わず作業に励んだ結果、予定より早く完成にこぎつけたのです。災害時の復旧活動も、青年突撃隊の重要な任務の一つです。2024年に北朝鮮北西部を襲った大規模洪水の際には、30万人もの隊員が被災地に駆けつけました。彼らは家屋の再建やインフラの修復に尽力し、地域社会の復興に大きく貢献し、迅速な対応は国内外から高い評価を受けたといいます。農業分野での支援活動も青年突撃隊の重要な役割です。彼らは農地の整備や収穫作業の支援を行い、食料生産の向上に貢献しています。特に春の田植えシーズンと秋の収穫期には、多くの隊員が農村地域に派遣されます。2023年の統計によると、青年突撃隊の支援により、農業生産性が前年比 15% 向上したそうです。工業分野でも、青年突撃隊の活躍が目立ちます。彼らは各地の工場に派遣され、生産性向上や技術革新の推進に努めています。例えば、平壌の縫製工場では、青年突撃隊員のアイデアにより生産ラインが改善され、生産効率が 30% 上昇したという報告があります。地域社会への奉仕活動も、青年突撃隊の重要な任務の一つです。高齢者宅の補修や公共施設の清掃など、地域に密着した活動を展開し、地域住民との絆を深めています。彼らの活動は、北朝鮮の経済発展に大きく寄与しています。しかし、その一方で厳しい労働条件や強制的な動員に対する批判の声も聞こえてきます。実際、隊員たちはどのような環境で活動しているのでしょうか。ある脱北者の証言によると、青年突撃隊の労働条件は非常に厳しいものだといいます。1日16時間以上の労働が当たり前で、十分な休憩や食事も与えられませんでした。このような証言は、青年突撃隊の実態に疑問を投げかけています。また、参加の強制性も問題視されています。建前上は志願制とされていますが、実際には職場や学校単位で割り当てが決められているという指摘もあります。青年突撃隊の活動は、北朝鮮の発展に大きく貢献していることは間違いありません。しかし、その裏側にある問題点にも目を向ける必要があると言えます。彼らの活動を支える思想的背景は何なのか。そして、それは青年突撃隊員たちにどのような影響を与えているのでしょうか。北朝鮮の青年突撃隊を理解する上で欠かせない要素があります。それが、先ほども触れた主体思想と呼ばれる国家イデオロギーです。この思想は、青年突撃隊の活動の根幹を成しているのです。主体思想とは、一言で言えば、自力構成の哲学です。国家の独立と自立を最重要視し、外部の力に頼らず、自らの力で国を発展させるという考え方です。この思想は、1955年にキム・イルソンによって提唱されました。当時、北朝鮮は朝鮮戦争後の復興期にあり、国際社会からの孤立が深まる中、キム・イルソンは自国の力で立ち上がる必要性を説いたのです。我が国の革命は我々自身の力で成し遂げねばならない。この言葉が主体思想の出発点となりました。では、この主体思想は青年突撃隊の活動にどのように反映されているのでしょうか。その答えは、彼らの日々の活動の中に見出すことができます。例えば、
インフラ整備プロジェクトにおいて、青年突撃隊は外国の技術や援助に頼らず、自国の技術と労働力のみで事業を進めます。2015年に完成したペクドゥザン先軍青年発電所の建設では、設計から施工まで全てを北朝鮮の技術者と労働者で行いました。これこそが主体思想の実践と言えるでしょう。青年突撃隊の活動で最も強調されるのが忠誠心と自己犠牲の精神です。隊員たちは国家のために自己を捧げることを美徳とされます。過酷な労働条件下でも彼らは不平不満を口にすることなく任務に励むよう教育されているのです。この精神を育むため、青年突撃隊では徹底したイデオロギー教育が行われています。毎日の朝礼ではキム・イルソンの著作の朗読が欠かせません。また週に一度は思想学習会が開かれ、主体思想の理解を深めるための議論が行われるそうです。教育の方法も非常に特徴的です。例えば批判と自己批判と呼ばれる手法があります。隊員同士で互いの言動を批判し合い、自己反省を促すのです。これにより集団の規律を保ち、同時に主体思想への理解を深めることが狙いとされています。青年突撃隊の活動は北朝鮮社会全体の一体感を強化する役割も果たしています。彼らの姿は国営メディアを通じて頻繁に報道され、困難を乗り越え国家のために奮闘する若者たちの姿は国民に感動と団結を呼び起こすのです。2024年の洪水被害の際、青年突撃隊の活躍は連日のように報道されました。被災地で昼夜を問わず働く隊員たちの姿に多くの国民が感銘を受けたといいます。この出来事は国家の一体感を強める絶好の機会となったのです。しかし、このような思想教育と一体感の強調には批判の声もあります。個人の自由や多様性が失われるのではないかという懸念です。実際、脱北者の中には画一的な思想教育に疑問を感じたと語る人もいます。主体思想は北朝鮮の国家運営の根幹をなす重要な思想であり、青年突撃隊はその思想を体現する存在として位置づけられています。しかし、彼らの日常生活はどのようなものなのでしょうか。過酷な労働と厳しい規律の中で若者たちはどのように生活しているのでしょうか。青年突撃隊員の一日は想像を絶する厳しさで始まります。夜明け前の午前4時、鋭い気象ラッパが鳴り響き、隊員たちは素早く起き上がり、わずか5分で整列します。この迅速な行動力こそ彼らの日常を象徴するものです。朝食前の1時間は過酷な身体訓練に充てられ、20キロの砂袋を背負っての5キロ行軍は日課の一つです。肉体の鍛錬なくして精神の鍛錬なし、この言葉が訓練の厳しさを物語っています。朝食後、隊員たちは各々の任務に就きます。建設現場では50キロ以上のセメント袋を何度も運び上げる姿が見られます。農場では炎天下での草取りや収穫作業に汗を流しますが、休憩時間はわずか10分、それも2時間に1回だけです。このような過酷な環境下で隊員たちはどのようにして団結力を保っているのでしょうか。その答えは彼らの共同生活にあります。隊員たちは20人程度の小隊に分かれ、寝食を共にし、狭い宿舎で肩を寄せ合って眠り、同じ釜の飯を食べる。この生活が強固な絆を育んでいるのです。また日常のルーティンもこの団結力を高める役割を果たしています。毎朝の集団体操では全員が息を合わせて動きます。作業中も一人は全体のために、全体は一人のためにというスローガンを唱和します。これらの行動が隊員たちの一体感を醸成しているのです。しかし、青年突撃隊の日常は肉体労働だけではありません。主体思想に基づく思想教育も重要な日課の一つです。毎日2時間の学習時間が設けられ、キム・イルソンの著作や主体思想に関する講義が行われます。週に一度の生活総話では隊員同士で互いの言動を批評し合います。
こうした教育を通じて隊員たちは国家への忠誠心を深めていくのです。青年突撃隊の活動は地域社会との関わりも大切にしていて、休日には近隣の農村を訪れ、お年寄りの家の修繕を手伝います。また地元の小中学校で特別授業を行い、愛国心や団結の大切さを説くこともあるといいます。このように青年突撃隊員の日常は肉体的にも精神的にも非常に厳しいものです。しかし彼らはその中で強い絆を育み、国家や地域社会への貢献を果たしています。ではこのような青年突撃隊の活動は北朝鮮社会にどのような影響を与えているのでしょうか。北朝鮮社会において青年突撃隊はどのように位置づけられているのでしょうか。彼らの存在はまさに国家の象徴と言えるでしょう。国営メディアは連日青年突撃隊の活躍を大々的に報じています。その姿は国民の模範として描かれ、若者たちの憧れの的となっているのです。国内では青年突撃隊員たちは英雄として称賛されていて、2023年の国家表彰式では突撃隊員の 20% 以上が何らかの勲章を受けました。彼らの功績を称える歌や映画も制作され、国民の間で人気を博しているのです。しかしその一方で批判的な見方も存在します。厳しい訓練や労働条件に対する懸念の声が特に若者の間で上がっているのです。また参加の強制性も問題視されています。一方青年突撃隊に対する評価は立場によって大きく異なります。国内では英雄として称賛される一方、国外からは人権侵害の温床として批判されているのです。この評価の隔たりは北朝鮮をめぐる国際関係の縮図とも言えるでしょう。一方で北朝鮮の青年突撃隊は大きな転換点に立たされている状況でもあります。市場経済化の波が押し寄せる中、若者たちの価値観にも変化の兆しが見え始めているからです。かつては誇りとされた青年突撃隊への参加も今や若者たちにとって魅力的な選択肢とは言えなくなりつつあるのです。2020年以降、北朝鮮でも携帯電話の普及率が急速に上昇しました。2024年の統計では人口の約 30% が携帯電話を所有しているとされています。この変化は外部情報の流入を加速させ、若者たちの世界観を大きく変えつつあります。ある脱北者はこう証言しています。私たちの世代は韓国ドラマや中国の映画を見て育ちました。そこで見た豊かな暮らしに憧れを抱くようになったのです。このような価値観の変化は青年突撃隊の存在意義にも疑問を投げかけています。外部情報の流入は食料不足や生活条件の悪化という現実も浮き彫りにしました。2023年の国連報告書によると、北朝鮮の栄養不足人口は全体の 43% に達するとされています。青年突撃隊員も例外ではありません。過酷な労働に見合った食事が提供されないケースも多々あるようです。こうした状況下で青年突撃隊への労働力確保は年々困難になっています。2024年の政府内部資料によると、青年突撃隊への志願者数は5年前と比べて約 40% 減少したとされます。この事態に北朝鮮政府も危機感を抱いているようです。労働力確保の困難さは政策転換の可能性も示唆しています。例えば2023年から一部の建設プロジェクトで成果主義に基づく報酬制度が試験的に導入されました。これは青年突撃隊の待遇改善を目指す動きの一環とみられています。しかしこのような部分的な改革で事態は好転するでしょうか。北朝鮮の政治経済システム全体の変革が必要だという声も上がっています。青年突撃隊の未来は北朝鮮という国家の行く末と密接に結びついているのです。北朝鮮の青年突撃隊、彼らの存在は国家の歴史とともに歩み、その姿を変えてきました。建国期には国家再建の担い手として、今は激動の時代に直面する若者たちの姿として我々の目に映っているのです。しかし
変化の波は確実に押し寄せています。市場経済化の進展、外部情報の流入、若者の価値観の変化などが青年突撃隊の未来に大きな影響を与えることでしょう。彼らはこの変化の波に飲み込まれてしまうのでしょうか。それとも新たな形で生まれ変わるのでしょうか。青年突撃隊の行方は北朝鮮という国家の未来を占う上で重要な指標となるはずです。彼らの姿を通して私たちは北朝鮮という国の本質に一歩近づくことができるのかもしれません。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。